テルブラク、テルブラク、テルブラック、テルブラックは、現在のシリア北東部にある、新石器時代後期からシュメールアッカドの時代、フルリジ人の未完に王国の時代まで続いた、古代都市国会跡。古代には、ナガル、ナガーと呼ばれていた。ハブール川に面しており、各時代の建築物が積み重なってできたよか、テルの高さは40メートルに達し、 中東の古代都市の後にできた余の中でも最も高いものの一つである。また、都市の一辺の大きさは1トルほどであり、北メソポタミアでも最大級の町であった。アッテルブラク遺跡には、早くとも紀元前6000年頃から小さい集落があったとされ、新石器時代後期のハラフ文化に属する遺物や、その後に続くウバイド文化の遺物が発掘されている。 この地に都市が形成されたのは、メソポタミア南部のウルクと同時期か、それよりも若干早い期限前4000年期初期からであることが遺跡の古い層の調査から明らかになっている。テルブラックから見つかったウルク期の遺物からは、初期たちの教育のために使われた教科書が発見されている、ウルク4層から発見されている職業リストスタンダードプロフェッションスなど、こうした文書は、 紀元前3000年期のメソポタミアからシリアにかけて広く行われていた標準化された初期養成システムの一部をなすものである。紀元前2000年期の層からはこれまで知られている中で最も大規模なミタンニ王国の遺物群が出土している。紀元前3000年期の設計文字文書はナガルの町がレバント諸都市や、 東アナトリアのタウルス山脈方面の都市と、チグリス川上流地方など、メソポタミア北部方面の諸都市を結ぶ大きな中継点だったと物語る。ナガルからは1998年の調査で、紀元前2400年頃に火を放たれ破壊された神殿が出土しているが、この種類の神殿としては、中部メソポタミアへ北では最も古いものである。紀元前3000年期。 ナガルは、アッカド文化圏の変炎の巨大な王権の下で組織された乾燥地農業地帯に位置していた。平野部に沿って西へ行くと文化的に独立を保っていた都市国家ウルケシュがあった。紀元前22世紀、ナガルがアッカド帝国北部の行政中心地だった時期、アッカドを奈良武神の宮殿圏要塞が築かれた。これは、王の居所というより、 収集した密議物や農産物の倉庫という性格であった。発掘にあたる学者たちは、アッカド人が、ナガルの町を政治的に支配していたとはみなしておらず、宮殿から出土したアッカド語設計文字で書か,かた行政文書が翻訳のために公開されている。エブラから出土した文書の中にある、ブラキ語、ブレイキ語の町が、ナガル、 テル・ブラックと同一であるとすれば、ナガルとエブラが、経済的、文化的に交流を活発に行っていたことになる。紀元前2000年期、遺跡のうちのごく一部地域には、青銅期時代後期の宮殿と、未完日時代、紀元前1500年から紀元前1360年頃の神殿があった。また、紀元前1700年から紀元前1200年頃の居住跡も見られる。 紀元前2000年期の前半は、アッシリア、マリ、エシュヌンナなどが北メソポタミアで争った時代で、ナガルも争奪の対象となり、マリから出土した文書の中では、マリ王、ヤフルンリムがアッシリアを大国とした、シャムシ、アダドイッセイをナガルの縄文の前で破ったことが書かれている。一方、フルリ人は、紀元前2000年期に入ったあたりから各地に王国を築き、 紀元前2000年期半ばには未ンに王国を築いて北メソポタミアをほぼ手中に収め前世紀を迎えた。テルブラク・ナガルの遺跡はイギリスの考古学者マックス・マロー・ワン教、サー・マックス・マロー・エンが1930年代に発掘を進め、1976年から1993年までデイビッド・オーツとジョーン・オーツ、 デビッドジョーン・オーツが発掘を再開した。紀元前3700年頃のものと思われる家には、ドーム状のかまどのある長細い中庭があり、一族などの集まりが行われるには十分な広さがある。また、紀元前2300年頃に、馬が導入される前は、ナガルは、ロバ、ドンキーとアジアのロバ、オナゲルを掛け合わせた雑種のロバを生産する土地で、 このロバは荷車を引かせるために使われ、各地に高で売れた。カの以前の時代の流れを物語る、テルブラクでも最も知られた遺跡は、紀元前4000年期後半の、目の神殿と呼ばれるもので1937年から1938年にかけて発掘された。紀元前3500年頃から、紀元前3300年頃にかけて建設されたと見られる神殿からは、 石化石膏、アラバスターで作られた数百個の小さな像、銅の上に首の代わりに二つの大きな両目がついている像で、目の偶像アイアイドルと呼ばれるが出土しており、泥レンガで神殿が建設された時に漆喰の中に塗り込められたものと見られる。また、神殿の表は、円錐状の彩色土器、クレーコーン、コーンモザイクを埋め込んだモザイクや銅板、 金細工などで装飾されており、同時期のシュメールの神殿の様式とも比較される。近年の発掘のうち最も劇的な発見は、紀元前3800年に遡る二つの集団墓地であり、都市化の過程と戦争とが結びついていたことを示唆するものである。また1984年には、絵文字で家畜の種類と数が書かれていた、紀元前4000年期前半の年度版が見つかっている。 この絵文字は設計文字より古く古く古説文字のものより単純な形をしているが何語を表すためのものであったかはまだわからない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。